はい、こんにちは、さきとるです。えー、今日ちょっとですね、あの、公開でやりたいかなというふうに思ってたのは、これなんですけどね、日本だけ利上げせずに済むという幻想ということで、まあ、だいぶですね、今、日本の方は金利上げずに済んでるんですけれども、まあ、まあ、じりじり上がってきてますけどね、あの、10年以外は上がってますけれども、まあ、これもですね、ちょっと、なんか今よくある話なんですけれども、あの、100年間の縁の保有で東京ドームから30アパートへということで、この歴史がまた再び動き出しそうな感じがあるな、というふうなところもあるので、少しですね、あの、まあち、ちょっと長邪 の話をですね少し皆さんと振り返っていければなというふうに思いますはい、えー、ということでまあとはいうものですねあのちょっとクリプト通信なんであのビットコインの方をですねちょっと中心にやっていきたいんですけれどもまあビットコイン直近でどうなったかという軽くだけ振り返りなんですけれども、えー、先週はですね、えー、こう cpi ですねあのアメリカの方の物価指数の方の発表があって、えー、ビットコインの方が1回ドン下げをしたんですけれどもそのまんま戻っていて で、今ですね。まあ何もなかったかのように戻ってきていると、えー、そんなような状態になってますね。で、この発表があった前の前日12日にですね。ちょっとクリプト通信の方でえー、まあ、こんなコメントを残してたんですけれども、19100ぐらいの時ですよね？ で、現状のビットコインはブロック情報を見る限り現物を売ってないということで、これはですね、あの、今も変わってないですね。現物は売ってないですね。で、2万ドル以下で売ってるのは買い戻しが義務付けられたレバレッジ組、つまりそのデリバティブだったりとかレバレッジをかけてですねあの、ポジションを積んで売るっていうプレイヤーが売るっていうことはしてるんですけれども、それ以外のプレイヤーが売ってないっていうふうな状態になっているんで、 でそれに、レバレッジ比率だったりとかっていうのも結構高いレバレッジをかけてですね、売るっていうプレイヤーが多かったもんでですね、まあそれが結構その、なんていうんですかね、巻き戻しにつながったっていう可能性はありますよね。ということで、議事用紙が出た後は瞬間的な売りが出たとしても、買い戻しで2万1000をテストする展開も否定はできない可能性あるというふうな、ね、ことを書いてたんですけれども、FOMC の議事用紙でですね、そこでは落ちずにですね、その翌日の FOMC、あの CPI の方でね、落ちたっていうことになりました。ただまあそれもですね、行ってこいですぐリジェクトされるっていう格好になって、まあ2万1000をテストしに行くかなっていうふうにね、ちょっと見てたんですけれども、 結局2万ドルで,です、ね、押し返されて今ここにいるという風な感じになってますね。 はい、とまあこれただ、これ押し返してるのが、またそのデリバティブの売りで押されてるんでですね、まあ、なんというか、こう、現物売りではない、その空売りによって抑えられてるやつっていうのはまあ,あんまり長続きしないんでね、一旦戻るっていうことは十分出てくるかもしれないですね。はい。で、まあ今はですね、あのビットコインに関わらず、全体的な市標がどうかっていうとですね、結局今、アメリカの金利がどうなるかっていうところをですね、もう市場の方はとにかくがみしているという風なところで、これ今日出てたツイートでですね、カシカルさんですね、あのフェデラルの高官の方ですけれども、そのインフレがですね、 ガンガン伸びてる時にその金利がですねあの上がらないという理由なんてないでしょという風なことをですねあの言っているわけですね、もう利上げするならいつですか、今でしょうぐらいの、そんな感じのですねあの結構強めのツイートなんですけれども、じゃあ、あ結構なんでこういうツイートがですね今出てきているのかということで、これはですねあの偶然じゃないんですね、これ出ている理由は、これもはっきりしてて、はっきりしているというか、個人的にははっきりしていると思っていて、理由としては、ですねこれバイデンさんの支持率が今下がってきているんですね。ババイイデデデンンささんんのののこれディスアップルーブっていうのが要はそに っていうふうに言ってる人たちの率なんですけれども、それがですね、直近で53.2%まで上昇しに来ていると。で、この不支持率がですね、上がった起点ってどこなんですかって、ここなんですね。で、ここに載せてるチャートっていうのはこれガソリン代なんですけれども、まあ要はですね、あのアメリカの米大統領の支持率っていうのはガソリン代が下がれば普通上がるんですよね。えところが、あのこれガソリン代が下がってもですね、不支持率が上がっていると、つまり支持する人が増えてないということで、結構今ですね、あのバイデンさん危機的な状況にあるというふうに自分は思ってるんですけど。 でそうするとです、ね、何が残されているかというと、もうとにかくもっともっとガソリン代を下げてです、ね、あの支持率を稼がないといけないわけですね。とすると、何ができるかというと、もうオペックの方はですね、あは減産とかって言っちゃってるもんですから、OPEC にあの頼ってです、ねその、原油の積総生産を増やして、ガソリン代を下げるということができないと、となると何ができるかというと、残ってるのはもう利上げしかないんですね。と、はい、いうことで、フェデラルの高官はです、ね、何が何でもインフレ抑制への口先介入をもう続けるしかないということで、出てきているのがさっきの貸し借りさんのコメントです。 よねでまあ、そんなですねコメントの効果もあって、えー、フェデラルの金利曲線っていうのはこれはフェデラル30日のですね金利先物の,のイールドカーブなんですけれどももう5%までですねもう上がりきっちゃってるような状態になってるんですねまあですからここまで金利を上げてでもですねとにかくガソリン代を抑えて支持率を稼がないといけない、まあ、それが今のあの大統領あもう中間選挙は、ね、11月の8日なんで、えー、もう直前ですからですねもうそれ以外のことはですねプライオリティ、えー、優先順位としてはどんどん下がっていってこれがですねもう優先順位になってるってことですねっていうことでしばすね。まあ 週間選挙まではですね、金利下がらないって言うのが市場の織り込みですよね。はい、ちなみにですね、あの吉高講師がコミュニティに、あの、えー、投稿してくれたコメントというのがあるんですけれども。オペック,ク各国の代表は、えー、世界市場の持続的な後を促進するために、えー、選定を決定した。えー、前回一致という言葉を強調したいということで、まあ、あの、書いてくれてるのはね。えー、前回一致と加盟国損失は違いますよということで、賛成するのはただということで書いてるんですけれどもね。はい、いいですよね。はい、えー、まあ、つまり、あの、これオペックが何をしているかっていうと、オペックとしてはですね、そのバイデンさんが減産されたくない。 というこが分かった上で、してるわけですよで、すよ原因を上げるという風な方向に行ってるわけですけれども、まあそうなるとですね、当然 OPEC 側はですね、アメリカからいろんな圧力が強くなってくるわけですね。で、それをですね、その、できたら要は散らしたいわけですよ、矛先をいろんなところにね。まあ先回りしてですね、前回一応をアピールということであればですね、OPEC の加盟国全員で決めたことなんだから、どれか一国だけ、例えばサウジ一国だけを攻めるとかですね、そういうのはやめてくださいよということですよねえ。つまりその責任をですね、いろんなところに散らすっていう風な、まあことをですね、今 OPEC はやってるということだと、個人的には 理解しますあの自分はねオペックじゃないんで分かんないですけれども中間選挙ですよね、えー、終わるまでは金利が下がるっていうことはちょっとなさそうというふうに市場は見てますよねでとにかくガソリン代に下がってもらわないといけないからっていうところなんですけどまあでも下がりますかねガソリン代ねこれなんとも言えないですねちょっとですねタイトルの件に戻りたいんですけれども各国のですね、えー、政策金利っていうのまあトレーディングビューさんがね、えー、ツイートされてたんでよく分かりやすかったんでちょっと今スクショ借りてきたんですけれども、まあ、インドも上がるですね中国だけ別ですよね中国の方はもうカントリーリスクが上昇するというかコロナのです、ね 影響でロックダウンをしてです、ね、経済を抑えているもんですからどん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 あの経済の活動は落ちていく株価も下がるカントリーリスクは上がるという風な状態になっているわけなんですけれども、まあ、とにかく今はです、ね、GDP の発表を伸ばしてまでもです、ね、一等支配を強めようという風なところがです、ね、もう今明確な路線になっていますので緩和しようが何しようがです、ね、経済を支えるという風な路線になっているのは中国ということでちょっとここはです、ね、例外的なんですけれども、まあ、それ以外の国はですね UK もも上上げる EU も金利上げるる EU 金利っていう風な状態の中で、まあ、日本だけでですね心電図みたいな状態になっているということでじゃあこのまま続くのっていう話なんですよね。ちなみにあの中国はですね、まあ、金利が結構あの水準としてはですね、まあ、3. 何っていうところまでいっているんで下げる余地があるんです。日本はもうマイナス0.1%ですから下げる余地がないわけですよね。っていう風なところでもう日本はですねもうこっちにはいけない上しかないでも上は上でですね日銀が頑張って抑えていると、まあ、ような状態になっているということですね。でそれでですよ えー、日本の首相さんはですね電気代の補助を2022年の第2次補正予算に計上とでその規模は最大30兆円が発射台とかいうことをですねあの議員さんは言ってるわけですねもうこれを見てですねもう日本,もう日本ど,うどうするんですかっていう風なところを本当思ったんですけれどもだって世界中がですねインフレ抑制で金利を上げてですねとにかく値段を下げようとしてる時に日本だけ30兆円ばらまこうとしてるわけですからねでじゃあなんでですねそのばら,、ま、ばらまこうなんていう話が出てくるかっていうとですねもう日本の金利はですねこのままずーっと 維持されるるいう,ふうにみんな思ってるわけですよだから金利はですね日銀に抑制を任せているわけなんですけれども、じゃあその金利がですね抑えられているからこんなことをです、ね、30兆円も発射台作る、こんなことやったらですね赤字国債分析、追加で発行しないといけないですから、ますます利上げできなくなりますよね。だって利上げしたらですね国の予算が回らなくなりますから、利払い費用で。おそらく2%超えると、ですねもう回らなくなってきますよね。でなってくると、日銀にですねその債券買い入れで金利を抑えてもらうということを今やっているわけなんですけれども、じゃあその実行責任者の黒田さん、どうなって 国会に毎回売らされてですね今の円安はどうなってるんですかみたいなことを散々突っ込まれるわけですよもう黒田さんにしてみたらいやいや円安になったのは君らがジョンじゃんじゃんじゃんばらまっからでしょうと金利を抑えてくれって言ったのはどなたですかと金利上がっていいんですかと国債払えなくなりますよっていうことを黒田さんは言いたいんですけどそれ言ったらですね、まあ、国がポーって弾けけちゃうわけですよね <laughs> あの最近面白い漫画あってあのあまあご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけど「正直不動産」っていうです、ね、漫画ちょっと面白くて最近読んでるんですけれども主人公がですねなんかあの元 元は結構嘘つき、嘘ついたりとかですね、口からで出まかせでですね、不動産を売ってた人がですね、あ,のある日突然ですね、たりでですねあの、嘘がつけなくなるっていうストーリーなんですね。で、嘘がつけなくなってしまって、今までですね、嘘ついてたことっていうのを全部正直に話さないといけないっていうことで、い、え、手、ー、さんにですね、いかにあなたがですね、不動産でカモにされてるかっていうことを営業しながら言ってしまうっていう、まあそういったストーリーなんですけれども、まあこれは本当、黒田さんにやってもらいたいですね、あの、黒田さんが <laughs> 本音しか言えなくなったら、もうもう大変ですよ。もう呼ばれて、あの、国会承人 でで呼ばれてですねあのどうしてこんなに円安が進んでるんですかみたいなことを言われて、いやいやいや,いや、君らがかんあの補助金ばっかりばらまいて、票ばっかり買ってるからそうなってるんでしょうっていうのを言いたいわけじゃないですか。言いたいけど言えないっていうね、まあ、黒田さん、大変ですよね。来年の4月が人気ですけどね。えー、というようなところで、ですね結局、政治側としたら、ですねインフレになるような行動をしておきながら、片方でですねインフレを抑えようとしているプレイヤーをですねこの責任追及しているという、ですねもう完全にマッチポンプですよね。もうやってることがアメコミじゃないですか。 こんなことやってるから、結局日銀のですね、政策を変えないままですね、財務省が介入とかやって意味のないことやってるわけですよね。日銀がですね、そのゼロ金利を解消しない限り円が買われるわけないですから、もう何やってるんだっていう話なんですけれども、もうさすがにひどいなと思いますね、ほんと最近は。あんまりこういうこと言いたくないんですけどね、さすがにちょっとあの目に余るなというかあ、というふうに個人的には映ったんでね、はい、やってます。で、まあ、いずれにしてもですね、あのこのままじゃあ日本が何もなく平和が進んでいくのかということも当然あるかもしれないですよね。日本だけですね、こう,こういう状態ですけれども、他の国 アメリカの方もね、来年3月、4月あたりから金利下がるというふうな折り込みあ、5月ぐらいからは下がるという折り込みになってますんで、まあ、結果的に日本に追いつくかもしれない。何もなく終わるかもしれない。終われば一番いいですよね。はい。何もなく平和が進む。これが一番いいパターン。ところがですね、ドル円高騰が進んでですね、輸入コスト増大でインフレになったらどうするんだというか、もうすでにそうになってますんで、えー、もう今、輸入コストが上がる以上ですね、そのインフレにならざるを得ないですよね。あの日本は原油を輸入してますから、結局その原油のコストが上がるっていうことは何もかも上がる ですね日本国内に製造を戻したところで、ですねその製造するためのエネルギーのコストであったりとか、プラスチックであったりとか、原油のすべてっていうのは上がらざるをえないんで、いくら日本にですね生産を戻してきたところで、人件費が抑えられても、それ以外の材料っていうのが上がってしまうということですよね。はいということで、まあ、インフレは避けられないとなると、個人的には思っ ますけれどもまあ、これもどうなるかわかんないです。わかんないんですけれども、結構ね、今日見つけた、そのトルコの記事がですね、まあまあ面白かったんで、これ皆さんでシェアをしておきたいんですけど、これニケシムさんですね、あの、今日、えー、10月18日なんで、トルコは極芸しかっていうことで調べたら多分ですね、あの、ウェブで出てくると思いますんで、見ていただければと思いますけれども、えー、書いてるコメント。このインフレ化ではですね、考えられない売れ行きだっていうことで、ヤンマーのトルコ法人トップさんは農機販売の好調ぶりに目を見張ると、まあ、要はですね、農業マシンがめちゃくちゃ売れてるってことなんです。よそのトラクターがですね、あの 販売価格は7割も上がっているのに過去5年の平均と比べてです、ね、2割以上です、ね、売上が伸びているともう何やっても売れるという,うな状態になっているということなんですね。これはなぜかというと金利にあるとであの80%を超えるインフレ率なのに政策金利は12%さらに国営銀行は半分の6%で納期購入ローンを提供しているとすごいですよね6%のコストで,です、ね、お金を借りてで買ったものっていうのはその80%のインフレ率の上昇に乗るわけですよ。つまり6%で 借りて80%の資産が買えるわけですから実質74%の,です、ね、あのフリーで,です、ね、その資,産あの資産情報が手に,上昇が手に入るということですねだから納期が売れてるとそして法定通貨で建ててる借金っていうのは目減りするっていうことですよねだってまあ,あの法定通貨の価値がどん,どんどんどん下がっていきますからあのどれだけ借金してもです、ね、その,あの借金っていうのが実質目減りしていくわけですよ、ね、ほっとんどどんどん目減りしていくとつまり早く借金したものが勝ち物を買ったものが勝ちっていうふうになってるんでとにかくインフレがまた加速するってことですねはっっきり言って日本がそううなるかっていうと、まあい 日本の規模、をトルコに比べたらはるかに大きいんで当たり前ですけど、そうすぐには動かないですよね。ただ、あの一度動き出したら止まらなくなるっていうのは今回のもうドル円で証明済みだと思うんですよね。でじゃあ、日本の戦後インフレーシュは振り返っておいてよいっていうふまな、まあ、まあちょっと書いたんですけれども、非常にわかりやすいのをですね、あのウォール・ストリート・シルバーさんっていう、まあ、ちょっとあり系のね、あのツイッターさんですけれどもあの、この方がですね、核通貨の下落基準というのをこう出してくれてたんで、これ、あのリンク貼っておきますの、ね、で、ご興味の方はね、これ動画で見ることができるんで見ていただければと思いますけれども、まあ、要は1902 1920年に比べてですね、まあ、1900年からですけども、1920年から2020年、まあ、つまり100年間で、どのぐらいの通貨の価値が下落したのかということで、まあ、ゴールドを基準にした場合ですね、つまりゴールドの値段がどのぐらい上がったっていうふうに言うとです、ね、なんか金の値段が上がったように見えますけど、そうじゃなくて、あの金の価値っていうのは変わらないわけですよね。あんなものが変わるわけなんですよね。その金の蘇生が変わるわけでもなければ、中身も変わらない。もう安定が売りのゴールドですから、腐りもしない。 演出もしないとにかく長持ちする。中身は一切変わってないわけで、それに対し、それの評価が変わるってことは、要は法定通貨側の価値がですね、どんどん下がってるってことなんですよね。じゃあ、どのくらい下がってるかっていうと、日本円に関して、これです。はい。0.0049%です。あの、0.0049じゃないですよ。0.0049%ですから。つまり、小数点に直すと0.000049倍になってるってことですね。とんでもないですよね。ですから、価値にしてみたら、まあ、十分、十万分の5に下がってるちょっと目,目を疑いますけど、ね あの円の価値というのは10万分の5に下がってるんですよ東京ドームのですね、えー、広さっていうのが土地の広さっていうのが大体5万平米らしいですねですから東京ドームがあの2個あると大体まあ10万平米の土地になるわけですよつまりここ写真載っているのはあの東京ドーム1か所ですけれどもこれが100年前に2つ分の土地を持ってた人がですね今どれだけの土地を持っているかってことになるとそれはですね今あの3畳分の土地しかないということなんですねいくら東京ドームがですね買えるぐらいのお金持っててもですね 100年経ったらもう3畳のアパートしか買えなくなるわけですよ。で、それがまた起こるかどうかっていうのは分かんない,んないです。あくまでも自分が言ってるのは過去を振り返って言ってるだけの話なんで、同じことが起こるかどうか分かんないです。ただじゃあ、あのキプロスショックの時に何が起こったかっていうと、結局、欧州からですね、キプロスがですね、金融支援を受けるために10%の預金課税だったんで、それでですね、みんながですね、あの現金じゃないアセットに殺到して、それでビットコインの方がスポンと跳ねたわけですね。まあ、今、ユーロ圏はね、支援を受け,受けないといけない側に回りつつありますけれども、資産を他に守れる手立てがなくなった時に、 価値を国のの信用に依存しなないい資産クラスの選択肢はあまり多くないわけですね、まあ、単純に言うと円だったりとかっていうのはですね一枚の価値があるっていうふうなことっていうのは要はその国が1枚の価値を保証してるから1枚の価値があるわけで国がです、ね、その1枚の価値の保証っていうその国自体の信用がなくなったら1枚の価値なんてなくなっちゃうわけですねあの紙切れの価値しかなくなるわけですよじゃなくて例えば金であれば金は1キロはどこ持ってっても1キロ分の金の価値になる で、えー、その価値そのものを含有しているということですね。まあビットコインも同じですよね。ビットコインはどこ行っても一ビットコインは一ビットコインっていうふうにその外部のに信用を依存しない資産クラスにですね、もうあのお金としては行かざるを得ないタイミングがですね、これ来る本当もう来るんじゃないかなと思いますよね。あのちなみにですね、今あのビットコインのハッシュレートというか計算能力はですね、もう過去最大を突破してですね、もう全然止まりそうにないような状態になっているんですね。まあこの二三日をついてますけれども、でこれ、ね、いつ起きたかというとこれあの英国の中銀 債券、ね、をめちゃくちゃ織り込まれたタイミングと一緒なんですよこれよかったらあの、えー、リンク置いときますね。でちょっともうあのこれ読んでいただいたらと思いますけれども。 もうだから今世界中見たらですね、そのアメリカの大統領は中間選挙で支持率を稼ぐことに一点集中ということで、とにかくガソリン代下げたいんで OPEC を同括したりとかですね、金利を上げたりとか、もうそればっかりやってるってことですよね。で、欧州は欧州で何やってるかっつったらビットコインのマイニングを法律で禁止するとかっつって、でもその片方でですね、法律の,あの禁止するんだけれども、一部のオーソライズされたところに関しては許可するみたいなことを言ってるわけです。まあ、つまり、法律で禁止する代わりに金を取って許可を与え、小銭を稼ぐっていうようなこと。まあいや、準備してるわけですよ。結局 e、U、の得意技はね。 なんか法律を作っておいて、それでその違反したって言ってですね、金取るって、ま、あそんなようなことを、あの、ずっと歴史上ずっとやってきてるところなんで、まあ、そんなことばっかりやってると。で、英国はもうすでに内装で振ろうとして、市場からビンタを食らってましたよね。日本何やってるかっていうと、下がった支持率を復帰するため、インフレを加速する政策を取りつつ、実行部隊の黒田さんをですね、なんかこう、あの、つついてると。まあ、そんなような状態なんで、もうなんかみんな、いや、もうちょっと全体像見ようよっていうふうなですね、もうそう、ほっとそう思いますよね。結論としてはですね、いつの時代でも自分の資産は自分で守るしかないということで,ですね。国の言わ れるまま例えばその法定通貨を抱えていてもですね歴史が繰り返すんであれば東京ドームがですね3畳のアパートに変わってアパートというか3畳分の土地に変わっちゃいますしまあそれがですね起こらなければ一番いいですしそうなってほしくはないんですけれどもでもどうなんですかねなんかその新型コロナが流行ったらですねあの隔離政策やって隔離政策が終わったらですねその GoTo 政策やってですねあの補助金出して旅行に行かしてそしたらまた感染が上がってみたいなもうそんなことずっとやってやり始めてるあたりからですねななんなんか,おかしい かしいいいななななっってててう感じにきるんんでま自分がおかしいかもしれないですけどね、それであの疑問を感じるのがね、仕方ないことだっていう考えもあるんでしょうけれどもな、なんかまあ違和感を感じてしょうがないんで、で、それを考えたときに、じゃあ歴史を振り返ってみると、円っていうのはこれだけ価値が下がってるんだよねっていうのを見ると、今一度持ってる資産だったりとかだったりとかっていうのが、例えば円の預金に偏ってないかとかですね、めちゃくちゃ偏ってるっていうふうな実績出てますね。はい、だったりとか、っていうふうなところは、 まあ今考え直してもね、いいのかな。別にビットコインが全てとは言いませんし、他にいろいろあると思うんですよ。あの、例えばゴールドだったりとか不動産だったりとか、いろんな手段もあると思うんですけれども、まあなんせですね、今一度法定通貨の価値がこのまま、その続くのかっていうのは考えないといけないタイミングに来てるのかなということをもうほんと強く思いましたんでですね、はい。ちょっとそんなことをですね、言ってみました。はい。で、こちらの動画の方はですね、クリプト通信の公開のドラダクションになります。で、タイトルはビットコイン在庫切れ、続編である内容ですけれども、株がも、米株も動作 できる材料は小数君っていうことでまあ、ビットコインの方ねあの弱気で進んでますけれどもまあそれが今どうなるのかというようなところであったりとかあと米株ですよねはい米株の動向もですね状況としては変わりつつあるのかなというようなところであったりとかまあ、その辺をですねいろんなデータを使いながら見ていきますしあとブロック情報だったりとかもねえ見ながらあーそれぞれですね個別にビットコインの価格分析だったりとかもちょっとやっていくというふうなところになりますのでご興味ある方はですねはいまたご覧になってみていただければと思いますあと最後ちょっとあのビットコインのですねビットコインが手前の ローを切っちゃったりした時にですね、それがもうそのままどん下げしていくのかそうじゃないのかっていうのを判別する方法みたいなのもやりますんで、はい。ご興味のある方はですね、また続編の自己講してていただければと思います。え、え、こちらの動画では日本だけ利害を業務せずに済むというのは、まあ、幻想かなと、え、100年間の縁保有で、え、東京ドームからサジャーパートというですね、ま、あちょっとチカッチーなタイトルにはなりましたけれども、え、公開のイントロとさせていただければというふうに思います。はい。ということでね、引き続き楽しんでいきましょう。ありがとうございました。失礼します。